始まってた。こんばんは。私の相棒ちゃん、こんばんは。いつもとなんか違う。暗い？暗いですか？暗いかもしれない。オレンジっぽい？待って。どうですか？前の方がいいかな。こんばんは。そう、今日はハーフツインしてたんですけど、ハーフツインを撮ったらメイクさんがこんなめっちゃ可愛い髪型にしてくれて、もうめっちゃみんなよく見て、めっちゃ可愛くない？こんな三つ編み綺麗すぎて、ルカが三つ編みこんなやったら絶対こんな綺麗にならなくて、もう本当にメイクさんすごすぎて、本当に今日はお仕事だし、レッスン着です。私ちょっとリップクリームを塗ります。めっちゃレッスン着です。いや本当にお疲れ様です。皆さん、今日はショールームできる余裕が私の中にあったのでショールームしてるんですけど、今日はね、そうなかなかショールームができなくて、今日できると思ってちょっと遅い時間になっちゃったんですけど、そう、もう今はね、毎日レッスンしてました。で、今日もお仕事でなんですけど、本当に私が体調崩してないのが奇跡。強くなったのかな。いやもう本当にね、ショールームできてない間に喋りたいことが山積みすぎて、ウルトラ大変そうな感じが伝わってくる。みんながそうなんです。そう、まあレッスン一段落したというか、まあ大体、いやどうなんだろう。で本当に幕張のトーク追加できました。ああ、ありがとうございます。そう、その間にね、トーク会の受付とかもあったりしたので、そうありがとうございます。申し込んでくださった皆さん、本当に楽しみにしてる。昨日の更新がなかったから忙しかったの。ちょっと昨日はですね、なんと皆さん気づいてるかと思うんですけど、昨日は私のねファースト写真集の X のカウントダウン動画がね、昨日も写真だけだったりとか、まああったんですけど、私昨日いつも自分の携帯で撮ってマネージャーさんに送ってるんですよ。なんですけど昨日はもう、まあ、昨日今日も仕事だったんですけど、昨日16周年のその怒涛の日々というか、なんかもう毎日レッスン付けの毎日が、まあ、昨日で一旦終了っていうか、まだ全然あるんですけど、終了みたいな、一旦そのまあ最終日だったんですよ。追い込まれた最終日だったんですね。で
マネージャーさんにいつもカウントダウン動画くださいって言って送ってるんですけど、めっちゃもうめっちゃあの裏の話なんですけど、そうで、それで私は帰った後の記憶がなくて本当に、で私は床で寝ていて、あのめっちゃリアルな話をすると本当に床で寝てて、で起きたらあのマネージャーさんから「あのすいません、あのなんかリハ忙しい中すいません」みたいな、あの「この写真を送あの載せときますね」みたいな来て「ごめんなさい寝てました」って送ったら、そうっていうね、そうなの。でも床って言ってもそのカーペットがあるから、なんかこれをね、そのなんかトレーナーさんとかに話すと心配されるんですけど、私からしたらその床とかで寝ないと、もう本当にもう一人暮らしだから、もちろんねショールームもしたいの12時まで、でも私が12時までしたらもう完全に遅刻寝坊しちゃうんですよ。もうそれがもう一人暮らしはね、もうそういうことなんです。本当に自分一人で生きていかなきゃいけないんですよ。今までだったらお母さんがいるから、どれだけねあの夜遅く寝たりしてもお母さんが起こしてくれたりとかしたから、何かあった時のために大丈夫だったけど、今はもう自分一人の力で起きなきゃいけないっていう、この忙しいあのライブのリハーサル、こんなに忙しい期間での一人暮らしが初めてなんですよ。そうなの、もう寝坊は絶対に許されない行為なので、もう本当にもうそれが不安すぎて、そうなの。だから昨日はね本当にカウントダウン動画が送れなかったか、昨日も帰って本当に寝落ちしちゃいまして、もう帰ってからの記憶がないの本当に。だからなんか逆にねすごいスッキリしてて、今日もねたくさん踊ったんですけど、踊ったということはね、まあ、どんな仕事だったか分かるかな、分かんないかな。もうでもなんか今日でねめっちゃ筋肉痛が来る予定だったんですけど、今のところ来ないんじゃないかという、だ毎日踊ってるのでもうこ通り越したのか筋肉痛になれたのか。そうでね、ちょっとなんかさっきルーちゃんってこんなに忙しく、あ体弱かったけど来たんですけど、なんか本当に2年ぐらい前か1年ぐらい前からなんかちょっとでもなんかなんだろう、なんか睡眠時間がいつもより短いとそれこそすぐ熱出たりとか、まあすぐ体調崩してコロナになっちゃったりとかしたんですよ。でも最近は本当に全然そういうすぐ体調崩すとか、なんかすぐ喉痛くなるとかがあったの。そう20歳を超えて、でも最近は結構無敵状態まで来てます。そう大事な時期にめっちゃ体調崩してたんですけど、最近は大丈夫。そうなんです。でそれで最近は本当にレッスンをしてたんですけど、あのね16周年を迎えるんですよ SK48 は。で10月12、13、14で3日間コンサートをやるんですけど、あの本当に盛りだくさんなんです。本当に来たら絶対楽しいです。だってこんなにさメンバーの SNS とかでも分かるのかな、みんな毎日レッスン付けなんですけど、3日間ねセットリストが違うんですよ。それはもう今回あのテーマがね発表されてるので、3日間ね名古屋国際会議場センチュリーホールで行われるんですけど、10月12日日曜日は2008年から2012年までの SK48 の楽曲をベースとした内容のセットリストのコンサートで、10月13日の日曜日は2013年から2017年の SK48 の、年代の楽曲をベースとした内容のコンサート、そして10月14日の月曜日の祝日の最終日は2018年から2024年までの年代をベースとしたコンサートなんです。
もうね、なんかもう盛りだくさんすぎて、もう本当にねリハーサルが楽しいんです。迷ったら絶対に来た方がいいと思います。もうなんか何日がおすすめって聞かれたら、特におすすめなのは1日目と2日目と3日目なんですよ。そう、ちょっと欲張っちゃうんですけどね。そう、なんかこうやって年代の楽曲をベースとした周年コンサート3日間は初めてなので、しかももう本当にね楽しくて、え、全部、え、全部言ってた、わあ無意識だこれは。3日間おすすめなんです。つまり全部。リハ結構大変ですか？そうですね、大変ですだってさ、一気にさ2008年から2024年までの楽曲をベースとして3日間のリハーサルをしてるので、でもね本当にね、なんかめっちゃ楽しいんですよ。それも本当にあの幸せというか、大変なのもね。これをなんかそう10月12日13日14日とあるので、本当に現地でしか見れないパフォーマンスもあるし、あ、3日間ともね本当に全何曲か私も分かりません。それぐらい盛りだくさんなので、もう1日目からぜひ味わいに来てほしいです。あの迷ったら本当に来てほしいです。あの本当に SKE みんなで頑張ってるので、そうだし、昔の SK を知ってる方も今の SK を知ってる方も、逆に今の SK しか知らない方は逆にね2008年からのシングルとか聞いてみようとか、カップリング聞いてみようとかって今からね、なんか予習っていうんですか、楽しんでくださるのも嬉しいですし、そう逆に前は知ってるけど今はっていう方はね、逆にコンサート見て知ってもらったりとか曲聞いたりとか、そう亀子もありますしね、楽しみだし、あ、そうあとね、あと2分だ、あのめっちゃ話飛ぶんですけど、あのアマゾンさんで告白心拍数の CD を予約すると、なんと私の生写真がついてきます。ぜひゲットしてください。ゲットしてね。アマゾンめちゃめちゃ愛用者なので、あの私が買ったこの今目の前にある目覚まし時計はアマゾンさんですそう、私が今こうやって配信してるこの立てるスタンドもアマゾンさんです。はい、そう、あ、プライム会員税で、私もです、プライム会員税です、家族で。そうアマゾンさんのおかげで起きれてるの。そう嬉しくて、アマゾンさんの特典になれたのが今回、皆さんぜひゲットしてください。はい、ということでまた今日見てくれてありがとうございました。めっちゃまた詰めの配信になっちゃったけど、またショールームするので見に来てね、みんなありがとう。ルカは元気だよっていう配信でした。みんなも元気でいてね。あ、今日はママの誕生日でした。ママおめでとう。ママおめでとう。ママ誕生日おめでとう。ママ多分このショー